絶対安静だって言われたでしょ。なんで起き上がろうとしているんですか、あなたは。ん？何ですか、遠野くん。私の顔、何かついてます？うん、メガネがついてる。ええ、遠野くんとお揃いですね。ありがとう。また先輩に助けられた。ええ、これで荒ごとは2回目です。いい加減次は見捨てますから覚悟していてくださいね。そっか、2回目だったんだ。分かった、覚悟しとくよ。次は必ずやられる前にやることにする。遠野くん、もしかしてまだ懲りてないんですか？懲りてないも何も、俺は被害者だよ。あっちから問答無用でやってきたんだ。懲りるも何もないだろう。それはそうですけど、遠野くん、やる気満々じゃないですか。先輩、
質問していいですか？嫌です。と言っても遠野くんには通じないようですね。いいですよ、それで遠野くんがおとなしくしてくれるなら安いものです。しばらくおしゃべりにお付き合いしちゃいます。マリオも来ているんですか？あとノエル先生は？先生は自宅療養中です。マリオでしたら下で秋葉さんと交渉中ですね。今後の対策の打ち合わせと、まあ急所の探り合いでしょうか。じゃあ聞きます。さっきのやつがロアなんですね、先輩。はい、あれが今代のロアの転生体です。7年前に遠野くんの命を略奪した遠野四季。そのあたりの事情は秋葉さんに聞きました？ああ聞いた。なんだ先輩、秋葉と仲良くなったの？あいつ先輩たちのことを嫌ってるみたいだったけど。ええ、嫌われてますよ。秋葉さんは異端狩りという私の仕事も嫌いなら、私自身のことも気に食わないそうです。ですね、並大抵の嫌われようじゃありません。この件が片付け次第殺し合いをするのも辞さない感じです。そっか、まあそれは置いておいて、話はロアに戻るんだけど、奴の住処はうちの学校だったんですか？ロアの隠れ家は他にも複数あったようですが、現在あの校舎を根城にしているのは間違いないようですね。アルクエイドがロアの使者たちを残らず排除した結果、自分から動き出したんだと思います。遠野くん？あ、いえ、考え事をしてました。けどどうしてロアはうちの学校なんかを住処にしてるんですか？そもそもあれは本当にロアなのかな？なんか聞いていたのとイメージが違いすぎて。そのイメージというものが間違いですね。ロアは転生する吸血鬼。その時の姿や性格、思考性が変化するのは当然です。いいですか遠野くん、ロアが転生先に選んだ肉体はロアとは別の人格、人間として育ちます。知性が十分に育たなければロアは己を発揮できませんから。そうして一個人として成長した人間の全てを苗床にしてロアは姿を現します。よりしろがロアに変身するのではなく、ロアの思想をよりしろが受け継ぎ新しいロアになると考えてください。ですのでロアとして覚醒した後もその代のロアの行動原理は肉体に沿うものになりがちです。肉体に影響される。じゃああいつは間違いなく四季の考え方を持ったロアということなんですか？半々の状態といったところでしょうか。転生先となった遠野四季の意識は7年間潜蒙状態だった。だから四季本人の自我が弱い時、思想はオリジナルの初代ロアのものに近くなる。あれが転生者ロアであると同時に吸血鬼四季として活動していたのはそのためです。こんなケースはロアの歴史の中でも珍しいことでしょうね。ある意味ロアという人物はもう存在しないんです。あそこにいるのは永遠という事柄、不老不死を求める脅迫観念に過ぎません。厄介なのはその脅迫観念に意志と歴史、積み重ねた魔道の知識があるということ。ロアは不老不死の探求を続けられるのなら自分が何をしようと構わない。四季本人の意志、四季の欲求を止めることはしません。むしろ欲望の達成を手助けするでしょう。よりしろの確執が消えれば
思想は完全にロアだけのものになりますから。四季本人のやりたいこと。はい、おそらく彼はアルクエイドから隠れることより、トーノ君、あなたの殺害を第一としていたはずです。四季の目的が俺の殺害ってどうして？そうですね、言いにくいことですが、当の四季にとってあなたは自分を殺した人だからだと思います。殺されたのはこっちの方なのに、あべこべですよそれ。でも当の君は生きている。そして四季は殺されてしまった。その結果あなたは当の四季になってしまったでしょ。四季は当のの身内たちの手によって処罰された後、奇跡的に蘇生しました。けれどその後に自分の家に戻っても彼の居場所はなくなっていたんです。だって遠野家の長男はきちんと生きていて、妹の秋葉さんと暮らしていたんですから。ある意味あなたは遠野四季という人物を殺してしまったんです。彼の帰る場所をあなたが全て奪ってしまった。当の巻久によって幽閉されていた四季が自分として暮らしていたあなたにどんな感情を抱くかは分かりやすすぎるぐらいです。四季にとって俺は自分の名前を使って当の四季になりすましている偽物なわけか。はい、四季は何よりもあなたを憎んでいたんだと思います。でもさ、殺されたのは俺の方なんだ先輩。遠野くん、遠野くん、憎しみで戦おうとするのはいけないことです。そんなんじゃないです。俺がロアを殺すのは別の理由ですから。憎しみはないんですか？全くないわけじゃないけど、それはただあるだけの話です。憎しみの他にも思うところはありますから。それとは関係のないところでロアは放っておけない。放っておくと一人とんでもない無茶をする奴がいる。だから俺も急がないと。最後まで手伝うってあいつと約束したんだから。ありません。どうしてそこまで彼女に肩入れするんですか？アルクエイドは吸血鬼です。トーノ君とは違うものじゃないですか？それも関係ないですよ。俺はアルクエイドだから肩入れするんです。仮にあいつが人間だろうと怪獣だろうと。人魚だろうと結果は変わらない。それぐらい俺はあいつそのものに惚れてるんです。はあ、あくまで彼女に協力すると言うんですね、遠野くん。Thank you.
無理ですね。たとえ遠野くんが満足に動けたところで、今の彼女ではロアには対抗できません。対抗できないって、どうしてそう断言できるんですか、先輩。単純な足し算ですから。彼女は、一度決壊した吸血衝動を抑えて活動している。そのために能力はさらに低下し、ロアの半分にも満たないでしょう。遠野くんの力は、ロアの半分もありませんから、遠野くんが協力したところで、ロアには太刀打ちできません。そもそも彼女は死にかかっています。能力が弱っているのに自分の衝動を抑えつけている。私たちで言うのなら、肺が潰れているのに動き回っているようなものです。もちろん、それは吸血衝動を抑えなければ回復できるものです。楽になりたいのなら、人間の血を吸えばいい。けれどアルケイドは、二度と人の血は吸わないでしょう。だからロアを追いかける限り、彼女は自分から死に近づいているんです。ふざけるな!そんなの!無茶はしないでください。傷自体は合ってないようなものですけど、遠野くんの生命力は空っぽなんです。ロアの今代の転生体四季の能力でしょう。あなたはナイフで刺されただけで、ごっそりと命そのものを削り取られたんです。命、生命を活動させる動的な結合力、平たく言えばエネルギーですね。生きている限り動的な結合力は作り出されますけど、その蓄積量は個人差があるんです。一人の体から取り出せる生命力は無尽蔵ではなく限度がある。蓄積している生命力を一瞬にして奪われたら、その個体は生命活動を停止するんです。それは、物を生かしているということですか。そうですね。厳密に言うと死ではありません。ガソリンが切れてしまったから動かなくなるということですから、エンジンは壊れていないんですから、エネルギーさえ戻ればまた走り出せます。いい、もう横にはならない。もう自分一人じゃ立ってられない人が何を言ってるんですか。横になるのが嫌でしたらこうしてください。いいんですよ。遠野くんはもう戦わなくて、ロアのことならあと数日もあれば決着がつきますから。決着ってどうやって。ロアの転生体が特定できましたから。法王朝、私たちの本拠地ですけど、そこに妖精が通ります。今回はマーリオもいますし、3日もあれば十分な数の代行者が送り込まれますから、ロアはそれでおしまいです。結局また同じことの繰り返しになりますけど、とりあえずそれで今代のロアは処理できます。ダメだ、そんなもの待ってられない。今夜にでもアルクエイドはロアとやり合うかもしれないんだ。だったらそんなもの何の意味もないじゃないか。
先輩、俺のナイフどこだ。私が預かってますけど、あなたに渡すと思いますか。思わないけど、人のものを取り上げないでほしい。確か何時盗むべからずなんでしょう。この担当は遠野くんのですからお返ししますけど、学校に戻るつもりなんですか。何度もそう言ってる。アルクエイドがロアを見つける前に俺が。そんな体でですか。やっぱり分かりませんね。あなたがそこまで彼女にこだわる理由聞かせてください。それを聞かせてくれるのなら私はもう止めませんから。俺は一人だからさ、なんかほっとけないんだ。多分理由はそんなものだよ。嘘です。そんなことで自分の命をないがしろにはできません。真面目に答えてください、遠野くん。そんな理由じゃ私は納得できません。いや、本当に理由はそんなことなんだ。あいつは今まで一人で楽しいことがいっぱいあるってことも知らなくて、ずっとバカみたいに一人だった。そんなのは寂しすぎるだろう。そんな意味のない人生、俺は許せない。だから。ただ教えてやりたかった。あいつはあんなに楽しそうに笑っていたけど、そんなのは誰にでも手に入れられるものなんだって教えてやりたかった。世の中にはもっともっとつまらない悩みなんて消し飛ぶぐらい楽しいことがあるんだって、何回でも連れ回したかった。当たり前のことを当たり前のように感じられるように、あいつを幸せにしてやりたかった。だってそうだろう。あいつは今まで救われなかった分、その何倍も幸せにならなくちゃいけない。帳尻は合わせないと嘘だ。大体あいつが一人で亡くなる方法なんて簡単すぎる。そんなことで悩んでるとかバカみたいだ。きっとさ、それは誰にだってしてやれることなんだ。他の誰でもあいつを幸せにすることはできる。だから確かに俺がこんなみっともない体でこんな風に躍起になる必要はない。他の誰にだってあいつを一人でなくすことができるんだから。けどダメなんだ。他の誰かになんて任せられないし、このままあいつと別れることなんてできない。俺にはもうあいつ以外にいないんだ。
アルクエイドを愛してる。でもそれ以上に、俺は自分の手であいつを幸せにしてやりたい。そのために自分の命が使われるのならそれでいい。このままであいつに消えてほしくない。今はただそれだけなんだ、先輩。他の誰でもですか？バカなこと言わないでください。他の誰にもできませんよ。だってそんなことを言えるのは世界中で遠野くんだけみたいですから。先輩、はあ、ちょっと頭にきちゃいました。彼女もう十分幸せじゃないですか。驚かないでいいですよ。彼女が立ち去っただけですから。さっきからおかしな違和感があったんですけど、やっぱりそうだったんですね。ロアより遠野くんの方を優先してきてたなんて彼女らしくないですけど、まあこれでロアの方を優先しているようでしたら私がとどめを刺しに行きますが。なんでアルクエイドが俺の部屋なんかに来るんだよ。遠野くんがロアにやられたから心配で見に来たんでしょう。私たちの話に聞き耳を立てていて、たった今ロアのところに行っちゃいましたけど。行ったってどうして？当たり前じゃないですか。あんなこと聞いちゃったら私だって同じ行動を取ります。羨ましいけど同じぐらい哀れですね。だからどうして？遠野くんはアルクエイドを助けたい。けどアルクエイドは遠野くんを巻き込みたくない。なら答えは一つです。さてこれで諦めがついたでしょ。遠野くんがどう頑張ったところで彼女には追いつけません。ですからあとは私たちに任せてゆっくり体を。ふざけるな！こうなると分かって俺に理由を聞いたのか！いいえ、私遠野くんが彼女をそういう風に見てたなんて知りませんでした。確かにこれは私の失策です。彼女の後を追う。連れて行け。そんな体の人の脅迫を聞くと思っているんですか？知るか。言うことを聞かないならここでめちゃくちゃに暴れてやる。その提案は魅力的ですけど仕方ありません。私の失策でもありますし、乗りかかった船ですから、こうなったら終着までお付き合いします。それじゃあ連れて行ってあげますから、おとなしくしていてくださいね。秋葉さんに見つかると止められますので、
彼女と同じ方法で行きましょうか。え、はい。ちょっと、シエル先輩。